にちは。今日はちゃんと2人でお気に入りのカフェに朝ごはんを食べに来ました。ここのカフェ IF ONLY は以前もご紹介したと思うのですが、改装をしてとっても綺麗になったんです。以前から可愛くってとってもおしゃれなカフェだったのですが、改装をして高級感満載、とっても雰囲気のいいカフェに様変わりしていました。もちろん以前からとっても人気だったのですが、改装してからは予約をしないとなかなかお店に入れないくらいになってしまいました。今日は朝食を食べながらマレーシアについて皆さんにお伝えしようと思います。ではスタート。喋っていこうかと思いまして、マレーシアの物価についてちょっとお話できたらなというふうに思います。はい、美味しそうですね、これはね。ついに、だから今現在マレーシア時間朝の10時です。よく周りの動画見てる方であるとか、さまざまな YouTuber の方がおっしゃってる、現地の方がおっしゃってることで、日本人が多く存在している地域っていうのがありまして、そこはモントキアラっていう場所なんですね。でそのモントキアラという場所がもうほとんど日本人の方たちが駐在の方であるとか現地の採用の方がよく数多く住んでられる場所が、モントキアラになります。でモントキアラは結構平素な住宅街で、何でしょう、非常に住みやすいであるとか、あんまりざわざわしてない、自然が多いっていう印象をすごい僕らも結構受けてるんで、一番初めに、もしこちらに来られた時に住まれるんであれば、モントキアラ、言葉の話す問題とかがあるんであれば、モントキアラっていうのがいいんじゃないかなっていうふうに思います。で、物価の方なんですけども、これはですね、カオルさんが一番スーパーのことが言ってるんで分かると思うんですが、まあ僕も飲食店で仕事してまして、たまに休みの日にの外にカオルさんのお出かけしたりとか、まあ、スタッフでまあまかないですね、ランチを食べに行ったりとかすると思うんですけど、いろんな方たちが今気づいてる思ってるより、あまり日本と物価っていうのは変わらないのかなと、正直なところ思います。特に、日本食の扱ってる調味料関係などは、若干やっぱり日本よりかはやっぱ輸入してるっていうのがあって高いんですけども、日本食に限っては
やはり、他のところの国と違って、やっぱ 1.5倍か 1.8 倍ぐらいの金額で取ってるのかなと。ただそのこちらの郷土料理、例えばあのちょっとチキンをスパイシーに炊いた、バターライスと一緒に食べるナシラマっていう伝統料理があるんですけども、であるとかっていうのはやっぱり比較的リーズナブルな価格でやはりお出ししてるんで、屋台とか行けば多分なんか400円ぐらいかな、400円とか500円ぐらいの間で食べれます。でそういう高級スーパーとか行ってしまうとやっぱりその賃料とかもあるので結構お値段が高くて、通常の梨生でも700円とか800円ぐらい、それでもまあお手頃な価格かなと思います。ただマレーシアには前回の動画でお伝えしたと思うんですけども、ランカウェイであるとか、ちょっと飛行機で1時間ぐらい行くとそういう南国 のリゾート地みたいなのありますんで、ああいうところのリゾート地に行くとやっぱり何でしょう、日本で言えば沖縄とか行くよりもかなり格安で楽しめるし、なおかつリーズナブルに泊まっていただくことができるので、非常にいいんじゃないかなと。で、あと1個言い忘れたことがあるんですけど、マレーシアって、一番あれですね、確かこうリーズナブルに5つ星が泊まれるっていう国、それは本当です。我々もスカウト、アフタヌーンティーしたことあるんですけども、びっくりするほど価格はリーズナブルだったんで、あれはですね、やっぱり行って食事を食べて泊まっていただく方もいいんじゃないかなと。でも中には隠れた5つ星じゃなくてもいいホテルでさまざまあるので、いろいろレビューを見ていただいた方がいいんじゃないかなというふうに僕は思います。はい、僕からの独り言でした。グラグだったらね、うち私たちの家住んでる家から、空港までだいたい40分くらいなんですけど、それくらいの距離でだいたい3000円くらいとかなんで、ものすごい安いんですね。なんかそういうのとかはすごいやっぱ日本と違ってありがたいなと思うんですけど、なんか外食にしても今日食べてるこういうカフェ、すごい雰囲気がいいお店なんですけど、こういうところとかだと、まあ、正直ね、あんまり日本とあんまり値段は変わらないかなっていうのが正直あって、ドリンク1杯にしろ、なんかこういうプレートランチみたいなにしろ、そこまでねびっくりするほど価格が安いっていう感覚はないですね。で、例えばスーパーとか行っても、めちゃくちゃ安くで買えるって感じもなくって、やっぱお野菜とかそういうのとかも日本と同じくらいか、ものによっては結構高いものもあったりして、なのでやっぱりなんかこうなんかね、何でもかんでもポイポイ入れてたらそれだけ値段も高くなっていくしっていうのが現実なんで、まあ、やっぱりあの場所をね選ばず、なんかそういう屋台とか外とかでやってるような、なんていうんだろう、簡易的なものとかで全然いいっていう方とかだったら、やっぱり何百円とかでいろいろ食べれたりしてすごい安く済むのかなと思うんですけど、やっぱ衛生面がちょっと気になるとか、ある程度綺麗な感じのところがいいっていう方とかだと、そこまで物価的にはめっちゃ安いって感覚は本当になくって、なので、まあ、今後マレーシアに移住したいなとか、家族でちょっと来たいって思ってる方とかだったら、まあ、そういうのを参考にしていただいたらいいかなと。なんか日本よりもだいぶ安くでっていう感覚ではないのかなって思いますね。あとは私たちが住んでるエリアが、そのさっきあのちゃんが言ってたみたいな、日本人がすごく多く住んでるエリアではないんですよ。あんまりね、日本人そんなに遭遇しないし、そういう食料品とか、まあ私もほとんど毎日家でご飯作って食べてたりするんですけど、そういう普通の調味料系あるじゃないですか、醤油とか
なんだろう、日本食に欠かせない調味料とかをやっぱ手に入れようと思うと、日本食が多く扱われてるスーパーとかに行かないと日本食のそういう調味料とかも売ってなかったりするんですね。かつやっぱりその全部輸入品だったりするので、チャーも言ってたみたいに全てやっぱ日本のものに関して言うとやっぱり値段がちょっと高いっていうのがやっぱあるので、日本のものをやっぱ考えると全体的にやっぱりちょっとマレーシアで手に入れようと思うにはやっぱり 1.5 倍くらいはするかなっていう感覚があるんですね。でやっぱり日本食のレストランとかもそんなに多くないし、なんか定食ランチみたいな、サバとお味噌汁とご飯とみたいな普通のそういう定食ランチみたいなんでも何千とかして、前もねたまたま入ったお店が結構値段したんで、え、これでこんな感じの値段なんやっていうびっくりする感じもあるので、食に関して結構いろいろね、私はこうじゃないとダメだとか、日本食ないとちょっと無理とかっていう方とかだと、もしかしたらちょっと住みにくいのかなっていうのはありますね。なのでまあその移住をね、今後もし考えてる方がいらっしゃったら、そう、あまりすごく物価に関してはめちゃくちゃ日本より安い、もちろん選べば安いところはたくさんあるんですけど、全体的にすごい安いって感覚はあんまりないかなと思うので、その点だけご理解してください。はい、はい、では2人で、そうですね、ちょっと今回マレーシアの物価事情ということでちょっと食べながらお話ししました。ポイントを言いますと、一番いいのは家賃が安くて広い、そして交通費が安い、そしてローカルのフードは安く済む、この3つがポイントですね。はい、本当にその通り、はい、お家とかはだいたいね、コンドミニアムに住むとあのプールとかジムがついてるのは結構普通にあるので、綺麗なお家にね安く住めるっていうのは確かに1つ大きいと思います。はい、なので、まあ、これからもそのご飯屋さん紹介だけじゃなくって、いろいろなんだろう、ね、細かいところのお伝えもしたらなと、ね、はい、まあ、この動画がいいと思ったら、グッドボタンとチャンネル登録もお願いします。またね。では、またねー。